営業マンには訪問してほしい経営のヒントを分かりやすく解説する社長の大学株式会社リンケージ MI コンサルティングの長谷川博之です。先日久しぶりに飛び込み営業のね、男性の方がね、来社したんですよ。驚きました。コロナ禍以降、飛び込み営業は始めたかもしれません。飛び込み営業は時代遅れと感じている人がほとんどだと思います。そこで今日はコロナ禍における営業活動について分かりやすく解説します。冒頭の話ですが、山形出張のため6階に、ね、あるんです、うちの事務所はね。事務所を出てエレベーターで1階に向かいました。でエレベーターのドアがこう開くと、いきなり長谷川さんですよねと僕声かけられたんですよ。で私がね、事務所を出てから1階に向かうまでのわずか 2,3 分の間にすれ違いで、1階のインターホンで事務所にいた専務と話をしたようなんですね。それで私が1階に向かったっていうことで、エレベーターの前で待ち構えていたっていうね、何も知らない私は非常に驚いたってことなんです。まあ、ただこれから山形出張ということでね、急いでいたのでわずか1分弱ぐらいかな、本当立ち話をした程度なんですけども、もうね、数ヶ月前に行われた展示会の時に、ね、名刺交換した企業だったんです。あれからもう3ヶ月ぐらいね、もう経ってるので、名刺交換をしたことすらもうね、僕忘れてたわけです。しかも展示会ですから。結局名刺とチラシをね、いただいただけだったんですけども、泥臭いアナログ営業を行っている企業もね、まだまだ多いんだなと実感したというわけなんです。で日本人は直接会った話をすることに大きな価値をね、これ感じてるってことなんですよね。ですからメールで済ませるなんてね、失礼だと思ってる人もまだまだね、数多くいます。その結果、人によっては一生懸命に顔を出してくる人の好感度が高くなるっていうね、まあ、こういったまあ効果もあるんですよね。ある調査によると、営業担当者に自社を訪問してほしいと回答した 70.6% の経営者、役員、会社員のうち、自社を訪問してほしいっていう理由を聞いたわけですよ。これ自社を訪問してほしいね、営業マンにね、回答した経営者、役員、会社員っていうのは 70.6% 自身7割もいるんですよね。まあそしてこれからその理由っていうのをお話しますけど、まずは、顔を見ないで商談っていうのはね、これちょっと誠意を感じないっていう人が 35.2%、営業担当者が顔を見ると安心感があるっていうのは 30.1% ってことなんですね。やっぱりこう顔を見た方がね、誠意を感じたりとか安心感があるってことなんでしょうかね。うん。で、ネットを介してのじゃあね、オンライン商談ってどうなんだっていうことを考えると、まあ心がこもっていないとか手を抜いているっていうね、印象を持たれることもまだあるってことなんですね。で、未だに訪問営業がまあ、メジャーだと、もう王道だと言われています。その一方で、インサイドセールスね、これが声高に叫ばれています。その背景には、まず一つ目が働き方改革により、無駄の多い訪問営業は敬遠され始めたってことが一点。で、二つ目、アポなしの飛び込み営業では制約率が低い。まあ、当然そうですよね。三つ目、訪問営業はコストも時間もかかる、まあ、この3つが挙げられます。そこで注目されているのが、このインサイドセールスって言われるものなんですね。インサイドセールスという、ね、言葉自体は聞いたことがあると思いますけども、簡単に言うと、社内にいながら、要は外に出ずにメール、電話とか手紙を用いて顧客とのコミュニケーションをする手法ですよね。訪問しないっていうのはこれ大きな特徴なんですね。そしてインサイドセールスの目的っていうのは何かって言ったら、商談のアポイントを取得することなんですね。はい。そのため顧客ニーズとかシーンに応じてコミュニケーション手段を使い分ける。で、広告、展示会、セミナーなどで接触のあった見込み客に対して、より受注角度の高い見込み客へ育成をするっていう、ね、役割があるわけですよね。もちろん商談のアポイントが取れたら訪問商談とかオンライン商談を行いますが、商談のアポイントが取得できるまでは訪問することはないってことなんです。ここが従来の名刺交換したらとりあえず訪問しよう的な発想とは大きく異なります。このようにインサイドセールスは効率的に営業活動を行えますが、日本においてはインサイドセールスの導入がなかなか進まないっていうのが本当のところです。その理由は先ほど紹介した
顔を見ずの商談にはなんとなく誠意を感じないとか、営業担当者の顔を見ると安心感がある、まあ、この2点に、ね、集約されると思うんです。ただし IT 系の企業とか、まあ、最近ね、企業っていうかね、設立された企業の場合はほとんどね、インサイドセールスを導入しています。また証券が広く全国の顧客を対象にしている企業の場合、まあ、遠方の顧客にはね、必然的にインサイドセールスになってしまうってことなんですね。まあ、いずれにせよこのインサイドセールスですよね、ここの部分を中小企業も強化していかないと、まあ、いつまでたってもね、展示会で名刺交換した、まあ、とりあえず行けとかね、とりあえずテレアポだとかね、それでね、なかなかアポが取れないって言ってどうしたらいいとかね、まあ、そんなことになってくると思うんですね。だからインサイドセールスの発想からいくと、名刺交換して、ね、いきなりアポを取ったり訪問するのではなく、まあ、とりあえずは電話をかけるなりメールを出すってことでもいいんですけども、そこはハードにアポを取るんではなく、徐々にですね、角度、まず自社の商品にもっと興味を持ってもらうにはどうしたらいいのか、ということで育成になりますよね。要は見込み客の角度を上げるための育成の情報提供をしていく必要があると。そして、まあ、様子を見ながらですね、ある程度まで育ってきたら、テレアポでアポイント、商談のアポイントを取るとかね、まあ、そういった行動が重要ですよね。それが1ヶ月なのか2ヶ月なのか3ヶ月かかるのかっていう感じですけども、まあ、単純にね、3ヶ月だとか半年サイクルでですね、顧客、見込み客を育てていって、そしてアポを取って、実際の商談に持っていくっていうね、まあ、この流れですよね。とにかくインサイドセールスを導入すると、確かにね、人件費とかね、他のこうマーケティング的な仕事が発生してしまうんですけども、それ以上に営業が効率的かつ効果的になっていくっていうね、まあ、それを考えればですね、インサイドセールスを導入する価値はあるんじゃないかなと思います。今日の話が役に立ったという方は高評価、そしてチャンネル登録をよろしくお願いいたします。下の概要欄にメルマガ社長の大学の登録の URL を記載しておきました。メルマガ社長の大学の登録もよろしくお願いいたします。